トンカチ持ってじいさん暴れだした。人に引かれた危ないな、車に引かれた危ないな、そしてまたじいさんが暴れだす。皆さんどうも、カンカンチー土井ひーです。ツッコミ役の先生です。今日やるゲームはこちら、ママにふんどし隠された。そんなゲーム出ないから。ママにゲーム隠されたでしょ。そう、そのゲームにママを隠された。逆だから、ゲームにママ隠されたら怖いよ。その第2弾が出てるのでやっていきましょう。それよりも下のゲームが気になるな、そっちにしようかな。それはまた今度にしなさいよ。じゃあ下のゲームは10年後にやるか。絶対忘れるからすぐやりなよ。それでは最初からプレイしていこう。いろんな場所を調べてゲームを探せばいいんだよね。電子レンジの中あるかな。冷蔵庫の中はどうだろう、美味しく冷やしてるかな。ゲーム冷やしても美味しくならないよ。隣の部屋にも行けるから行ってみよう。この引き出しの中に入ってるのかな。どんどん開けていくぞ。おっと、僕からしたらこんなの余裕のよっちゃん89歳。まだ最初のステージだからね。カーテンの後ろに影が見える。ここ調べてみるとママが出てきた。なぜかママに見つかるとゲームオーバー。ママに見つからないようにどんどんと調べていこう。タンスの中にアイテム見つけ、アイテム持って右の部屋行ってみよう。この物置の中にあるんだろうな。やっぱりこのステージもうんこちんちんぷだよ。なんだよ、うんこちんちんぷって。簡単ってことだよ。じゃあ普通に簡単って言えよ。アイテム使ってゲームゲット。これでこのゲーム全クリかな。2面で終わるわけないでしょう。じゃあ次のステージ行ってみよう。次はタンスと本棚。タンスの中には何が入ってるかな。最新メカが入ってたぞ。 VR だね。そして本棚を散らかしまくれ。なんてったって僕散らかしのプロだから。なんだよ散らかしのプロって。隣の部屋には普通にママがいる。ソファーのクッションにゲームあった。これでクリアだ。普通に見つかってるじゃん。 VR 使わないと。そうか、この VR をママにつければよかったのか。 VR 映像はみんな大好き、キリンのうんちシーン。そんなの誰も見たくないよ。あ、キリンのうんちシーンに飽きちゃってる。急いでゲーム取らなきゃダメなんだね。これ VR つけに行った時はなぜ見つからないんだろうね。そこ突っ込むのはやめてあげて。さあ次のステージ行ってみよう。おじいちゃんがねるねるねるねを飲んでる。お茶飲んでんだよ。タンスの中にはトンカチが入ってた。これをおじいちゃんに持たせてみよう。暴れだした。おじいちゃんは警察に捕まりましたとさ。めでたしめでたし。どこがめでたいんだよ。トンカチはおじいちゃんに使うんじゃないのか。じゃあ右の部屋に行ってみよう。物置にお母さん丸見え。そんなとこよりも貯金箱の中に隠れた方がいいんじゃない。貯金箱の中には入れないよ。貯金箱から出てきたのは5円玉。貯金少な。この5円玉おじいちゃんにお小遣い。5円なんかいらないよ。催眠術かけてる。そんな簡単に催眠術ってできるの。おじいちゃんが寝ちゃったよ。寝てるお尻に干潮してやりたいな。無防備干潮はやめてよ。座布団の下からゲーム出てきてクリア。次のステージ行ってみよう。なんだこの人たちは。そこどいて。お母さん出てきてレッドカード。なんだこのゲームオーバーの仕方は。今のプレイはせめてイエローカードだよね。そこどうでもいいから。サッカーボールがあるぞ。これを使うのかな。お母さん出てきた。ハンドってことか。なんで手で取っちゃうんだよ。アジピチパー。じゃあボールは使わないのか。他の場所に何かあるかな。なんかちっちゃいのがいる。これは先生か。先生ハエじゃないから。先生をここに解き放つと選手が倒れた。これでゲームゲット。ちょっと苦戦したけど余裕のよっちゃん89歳。よっちゃん年寄り。それじゃあ次のステージ行ってみよう。新聞読んだニートのお父さんがいるよ。お父さんニートでお母さんはずっとゲームを隠し続ける日々。大丈夫この家。お父さんゲーム持ってるかなってお母さんだった。完全に騙され。あ、準備10パー。
ペンギンが可愛いな。こっちのゲームやろうかな。急に他のゲームやろうとするんじゃないよ。じゃあ冷蔵庫を調べてみよう。そばがあった。このそばを全部ゲットだ。これを食べさせればいいのか。どうぞ。全部食べたらどいてくれるのかな。ってこぼしてる。食べ方下手だな、よっちゃんは。このじいちゃんが余裕のよっちゃんだったの。そばをあげる前に箸を渡さなきゃいけなかったのか。この地面に落ちてた汚い箸を渡そう。汚い箸渡されたら普通怒るけどね。それじゃあこのそばをどんどん食べさせていこう。このそばの食べさせ方があの有名なうんこそば。わんこそばだよ。うんこでどうすんだよ、汚いな。このそば食べさせるんじゃなくて頭にかぶせて髪の毛にしてもよかったのかな。流れ落ちるからカツラにならないよ。お腹いっぱいになってぐーたらしだしたよ。食べ終えてぐーたらしだしたよ。これでじいさんが使った箸をゲットだ。そんなもんゲットしても意味ないから。それでは次のステージ行ってみよう。自分の手相を見てる人がいっぱい。スマホ見てる人だから。この人たちにぶつかっちゃったよ。あ、準備じゃばー。この人たちをどかさないといけないのか。じゃあ右の部屋に行ってみよう。ママ隠れる気なさすぎでしょう。隠れる下手さにびっくり仰天。テストは0点。つるつる食べれるところ点。変なギャグ言わなくていいから。そして変なのゲットした。これを使ってみよう。ここに人たち集まってきた。今のうちにタンスからゲームをゲットだ。やった。それじゃあ次のステージ行ってみよう。壁にひびが入ってる。最高だな。どこが最高なんだよ。隣の部屋でバットをゲット。これでスイカを割ればいいんだね。スイカの中からゲームが出てくる。って汚しちゃったよ。これはママに怒られて当然。あ、準備じゃっぱー。あー、やっぱりこのゲーム可愛くてやりたいな。 CM の影響受けすぎだな。バットはスイカじゃなくてこの壁に使えばよかったのか。バットをゲットして壁を壊していこう。壁からママ出てきた。壁も違って、あ、じゅっぴじゅっぱー。このステージ難しくてピンチ。ピンチ取り越してプンチ、プンチ、ポンチ。なんだよポンチって。じゃあバットをどうやって使えばいいんだろう。使ってない場所はこのソファーか。ソファーの下からゲーム出てきた。まあ最初からそうだと思ってたけどね。嘘をつくんじゃないよ。次のステージ行ってみよう。タンスがある。この中にゲームがあるのかな。あー、落ちてった。落ちた先にはマグマがあって、マグマダイブ。マイクラのドッキリじゃないんだから。右にはママがいたよ。そしてクッションの下には先生。だから先生じゃなくてハエだから。そして家の中にヘビいるなんて怖すぎ。恐ろしすぎる家だね。それじゃあ先生を使えばいいのかな。クッションの下から先生ゲット。これをここで使ってみたらママを攻撃だ。ってこれだけ。ママがびっくりして口からゲム吐いてゲムと一緒にゲーム出てくるんじゃないの。汚すぎるゲームの出し方だな。こっからどうすればいいんだ。結局落ちちゃったよ。クリアの仕方が全くわからない。これはピンチ。ピンチ通り越してプンチ、ペンチ、ポンチ。ポンチも通り越してうんち。なんでうんちだよ。どうすりゃいいんだよ。なんかゲットした。この吹き出しもアイテムだったのか。まあ最初から分かってたけどね。嘘つくんじゃないよ。さあ次のステージ行ってみよう。ソファーの下にゲームある。ほうきで出せばいいのかな。めちゃくちゃ簡単なステージだな。ってママ出てきた。よくそんなとこ入ってたな。完全に騙されちゃったよ。右の部屋に来てみたぞ。物置の中にはママのポスター。これをほうきで攻撃じゃないのか。じゃあ引き出しには画鋲取りが入ってたぞ。これでポスターを剥がしていこう。そこにゲームがあった。ここまでして隠す必要あるかな。こんな大変なことせずゲーム捨てちゃえばいいのに。それはもったいないからダメだよ。車がものすごい走ってる。引かれちゃった。危なすぎだよ。あ、じゅっぴじゅっぱー。
家の中で車に轢かれちゃってるよ。まあよくあることか。よくないから。こんな格好してママ恥ずかしくないのかな。そんなことよりもゲーム隠すのに必死だね。両側のハテナボックスを使えばいいのか。まず亀をゲット、そしてバナナの皮をゲット。まずバナナの皮を使ってみよう。これで車がスピンしたぞ。亀を使わずにクリアだ。やったーって、滑ってこけちゃった。バナナの皮じゃなかったのか。アジュピチュパー。このペンギンのゲーム、もう飽きちゃった。やらずに飽きるんじゃないよ。バナナの皮じゃなく、亀を使えばよかったのか。亀を置いたら、浦島太郎が出てきた。そしてゲームオーバー。意味わからなすぎて、アジュピチュパー。亀も違うのか。じゃあやっぱりバナナの皮を使うのか。これでスピンさせる。そしてもう一回ゲットすればいいのか。やったー、これでゲームゲットだ。結局は余裕のよっちゃん89歳。だいぶ苦戦してたけどね。というわけで今日はここまで。よかったら高評価お願いします。それじゃあまたお会いいたしましょう。バイバイバイ。ポンポロピー。チャ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 ンネル登録よろしく。